ホーチミン最新不動産情報来ましたよ。お待たせしました。皆さん、ホーチミンの最新不動産情報待った、僕も待った。なぜなら僕は家賃を当てたらタダで借りれるから。さあ、自己紹介送りましたベトナムスイマス芸人WCシースケです。さあ始まりました。今日もベトナム最新不動産情報、本日もご紹介いただくのは NRZ 杉本さんです。どうぞ。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。今日はどんな感じのところですか？今日はですね、2区の、はい、以前ご紹介したゲートウェイのすぐ近くですね、はい、はい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 、ナッシムです。なんか近いですよね、そのマステリとゲートウェイと、はい、まあ奥に見えてるのがビッサっていう、まだ紹介してない物件ですけど、はいはい、ビッサもあって、結構この辺の2区の界隈でももうボンボン立ってますもんね。そうですね、大通りからですね、はい、離れた場所にありますので、はい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 、静かな環境で暮らせるというメリットがありますね、はいはい、なるほど、はい、ナシム確かに今はもう全然そのなんだろう、はい、すぐそこがさ、うん、でっかい通りあるけど聞こえないもんね、そういうクラクションとかも、ね、あの、はい、マスイとかゲートウェイはより近いですもんね。そうですね、大通りに、ちょっと大通りに近いという部分もあるんですけれども、ナシムは離れてますね。ナシムは音がナシムと覚えていただければそんな窮屈に座らんでも。これだって僕一人寝れますよ。これほら寝れるでしょ。はい、強さは？ほら寝れる、ほら寝れる。ほら。けど本来そのこっち縦になるから。ほら。こっちで縦で寝転んでよ。十分。え、ソファーの使い方が下手くそやな。これで2メートルですもんね。そうですね。これはでリビング本当広いわ。これ広い。でこれ。大和さんのセンスめちゃくちゃいいですよね。そうですね、はい、シンプルで、で家具もね、はい、なんか可愛さとかっこよさが共存してるような、なんかね、はい、そしてベランダ、ベランダ広いですね。あ、この部屋はだからホーチミン市の中心地じゃない方を向いてる感じですよね。はい、うーん、僕これ気に入りました。はい、だってね、バータイムですよ。すいません、今日飲んでいけよ今日飲んでいけよ飲んでいけよで、お前も外に寄ったら誰が作るの？じゃあ作ろうか作ろうか、お願いします。あ、似合いますねこれは何のカクテルですか？ナシムの風ありがとうございますちょっと笑っちゃったナシムの風だけどそのいいっすね、でもこういうね、はい、ここで一回お料理して、はい、ここでもちょっとお酒飲んでちょっとつまんだりとかもできて、うわ、すごい、ね、こんだけ広いといいね、ホームパーティーとかしやすいんじゃない？確かに奥さんの味方ですよ、これですね。でも、これ広いわ、奥様方に大人気っすよ。これはその上は収納の部分、はいはいは
い、まあこんだけありゃ十分ですね。そうですね。で、おっきな冷蔵庫、大きい、これ横に大きいですね。それが嬉しいですよ。縦にでかい と届かなかったりするけど、横に広いとこう全部こう、あんま見たことないやろ、縦に長い冷蔵庫って縦に長いのありますよね。 ないよ、だいたい横よ。横にでかいのがいい、ほんと十分だ、ほら、はい、十分だ、そうでございます。そしてこちら、ほら、洗濯機も、はい、これが乾燥機ですか。はい、まあ横ついてるとマジで嬉しいですね。洗濯機乾燥機がついてます、いいな。で、ここも窓の開封もある。窓の開封、開封じゃねえ、窓の開け閉め、開閉な、開閉。意外にさ、そこが換気できないところってあったりする、うん、あるある。いや、これ嬉しいよ。しかもここはちゃんと閉められるし、隠せる。うん、じゃあこっちの部屋に、はい、こちらが、スモールベッドルーム、スモールベッドルーム、はい、まあ、子供部屋とかに使うような部屋ですかね。そうですね、はい、あ、ここのベッドは備えてないですかね。まだですね、この2ベッドルームタイプですと、はい、旦那さんのですね、はい、書斎に使いたいっていう要望もよくございますので。なるほど、はい、ご希望あればベッドを追加しますし、ご希望あればベッドではなくてデスクを。そういうのって、まあ借りる前に、はい、前もってこう伝えておけば、そうですね、それでこう値段がちょっと変わったりもするし、はい、ってことですね。そうですね、はい、そこは柔軟に対応してくれるオーナーさんが。なるほど、じゃあ僕筋トレマシーン、筋トレマシーンね、はいはい、それはジムついてるやろ。子供部屋とかにしたら、ここは子供の洋服入れとかになったりするんですかね。はい、広いし、やっぱこの木の感じがおしゃれ。やっぱお前鈍感やな。いや、まず絶対電気つけたとこやろ。え、そこを突っ込んでほしいね。すみません、言ってくださいよ。電気やろ。電気ですよ。電気はよくあるやつよ。ないやろ。なかなかないやろ。ですね、はい、これなかなかないですか。なかなかないですね。ちょ、もう一回閉じて開けて、その感度。紹介した物件ってありましたっけ、そんな。ない。初めてですね。いや、じゃあ。初めてです。これ消えた、今消えてるでしょ。消えてる？うん。覗いて。あ、ちょ。ついてるじゃん。閉めてる？あ、消えたっぽい。消えた。ついてるでしょ。ほら、ついてる。確かめて努力しろよ。ついてます。いやいや、消えてるって。ほら、消えた、消えましたね。消えたよ、どれ。ほら、ついてるじゃないか。え、ずっとついてる。いや、確かめる努力してよ。え、どう。いや、ついてるよ。違う、閉めた、消えたよ。まだ閉まってなかったでしょ、今。ほら、ついた。まだついた。ほんとだ。でも俺よくあるやつじゃないよ。出ましたよ、シャワールーム。はい、いいんじゃないですか。十分で広いじゃないですか。結構広いと思いますよ、このシャワールーム。ですね、これは広い、はい、これは、はい、ほら、いい、ちょうどいい、これ十分ですね。結構広いです。ほら、満員電車。なんだ、満員電車が広いですね。めちゃめちゃ空いてますね。空いてるじゃん。え、空いてるよ。ほら、何？ほら、手押し相撲できるってこと。いやいや、もう無理やろ。負けとかわからんし。十分な広さね。広いかどうかわからんし。十分な広さ。はい、わかりましたよ。広さはもう伝わりましたから。はい。二人で来たらやっぱダメでした。いいよ。二人で出ると、ちょっとそれはその広さはなかったです。人二人分なし？はい。はい、一人ずつでした。いいよ、二人一気に入るのないよ。そこの扉に。さあ、行きましょう。ここがマスターベッドルーム。はい、マスターベッドルーム。いや、ベッドもいいですね、これは。だから家族、まあ、二人と子供ちっちゃいとかだったらもう十分ですよね。はい、ちょっと私の方から、はい、
もう一つアピールポイント、お天井の高さがシンセさんの倍ぐらい多分あると思うんですけども、僕ちなみに161cm です。 161cm、 はい、倍ぐらいだと 3m 超えますよね。確かに天井広い気がちょっと、もう一気にジャンプします。全然届く気配全くないです。あれですか、これよりももうちょっと募集の欲しいなっていう時は、はい、それも最初に交渉次第というか、はい、言ってもらえればみたいな、はい、ただこちら見てください。本当だ。言ってよ。実はあるじゃん、収納が十分のやつあるじゃん。収納があります。お知ってます、光るライト、知らありましたよ。またシャワールーム、はい、さん、そうですね、もう一つのシャワールームですね、はい、だもうほぼほぼ同じですね、さっきと、ね、形的にももう同じだし、はい、シャワールームの感じも広さ一緒、はい、広さ一緒、広さ一緒かな、広さそうですね、入ってみないとちょっと分かんないですよ、はい、ちょっと、はい、あ、一緒ですね、一緒ですね、すごいな、手押し相撲の感覚で距離感測ってる。あ、一緒ですね、はい、あ、一緒一緒。家賃を当てたらタダで借りれるのコーナー、来ましたよ、来たよ、来たよ、おい、このね、ツーベッドルーム広さどれくらいじゃん、85平米のお部屋、何ドルか、1ヶ月、これね、今までのね、ゲートウェイは結構しましたもんね。そう、結構なかったですもんね、はい、そこでワンベッドでしょ、ズレとます、ズレとだけど、広さが、向こうはもっと広い、90平米ぐらいですね、90から100ぐらい、うん、確かに、はい、でも、場所的にはそんなに変わらないですよね、どっちも同じぐらいの場所の感じですよね、タオリエからの近さで言うと、はい、一番同じ、いいですか、いや、大丈夫、来ました、はい、行きます、行くよ、せーの、950ドル、950ドル、はい、1300、じゃあ、答えは、はい、はい、1100ドル、うわー、1100かー、マジかー、ノリノリ、いや、なん、いやけど今回なんかあんま欲しくなかったね、俺ら。だいぶ離れてた。だいぶ離れてたな。そうですね、こちらの物件の内覧会を行う予定ですので、もしご興味ある方はですね、どしどしお問い合わせをください。その時にもし制約したら、はい、ぶっちぎりどれぐらいできますか、弊社への手数料は無料です。おお、おー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 おお、じゃあもうその時に制約するのが一番いいってことですね。そうですね、はい、家賃の交渉だったり額の交渉はオーナー様次第なので。なるほど、はい、できるだけ頑張って、はい、頑張りますからね、はい、集団させん、頑張れば何でもできますからね。福山雅治入ってるな、頑張りましょう。他の物件もですねもちろん取り扱ってますので、何かありましたら、はい、ナーセットまでご連絡ください。はい、詳しくは下の詳細のところに書いてありますので、皆さんお問い合わせください。以上、ホーチミン最新不動産情報でした。